人とも今度みんなでお菓子作らない？そういえば最近甘いものあんまり食べてないわね。でしょでしょ。だからさ、ケーキとか作ってみんなで食べようよ。私はパス。料理に関してはなるべく食べるの専門で生きていきたいの。ちゃんと教えてあげるから。いやよ、私まだケーキのこと嫌いになりたくないもの。舞ちゃんの頑固者。ねえ、ビリアナは作りたいよね。どこか具合でも悪いの、リリアナ？あ、すみません、私は大丈夫です。はい。でも元気ないじゃない、どうしたの？実は他の子と将来何になりたいかって話になったんですが、私が悪魔払い師になりたいと言ったら変だと言われてしまいまして。悪魔払い師とはそんなに変な職業なんでしょうか？リリアナ、そんなひどいことを言ったのは誰？ちょっと私に教えてくれる？ちょ、舞ちゃんストップ！それ聞いてどうする気なの？もちろん可愛いリリアナを傷つけた報いを受けてもらうのよ。何か問題でも？問題しかないよ。ちょっと落ち着いて。向こうも悪気があって言ったわけではないと思うので気にしないでください。というか目が怖いです。まあリリアナがそう言うならいい。あんまり気にしちゃダメよ。舞ちゃんの言う通りだよ。確かにまあ悪魔払いって今ではあんまり聞かないけどさ、でもリリアナはしっかりとした理由があって目指しているんだもんね。はい、これだけは諦められません。そういえば悪魔払いってどこで勉強するの？なかなか難しいと思うんだけど。それなんですけど聞いてください。なんとこのワーズワースには悪魔に関しての本がたくさんあったんです。なぜかは分かりませんが、これはすごいことです。とてもいい場所に私は巡り会えました。おお、確かにそんな本がいくつかあったね。他の地域では図書館ですらあまり見かけないのに、この寮内にはコーナーまで設けてあるんです。へえ、それはすごいわね。ですから悪魔払い師になるための勉強にはとってもいいところなんです。リリアナは本が好きなのね。はい、昨日もまた新しい悪魔についての本を借りて。どうしたの？いえ、部屋で読んでたらまた変だと思われてしまうかなって。そんなの気にする必要ないわ。リリアナにとって大事なものを否定する権利は誰にもないもの。そうだよ、間違ったことをしてるわけじゃないんだから、好きな時に読めばいいんだよ。舞さん、ロットさん、私たちはリリアナが悪魔払い師を目指すことを変だなんて思わないからね。もしも誰かがそれをからかうようなら、私やロットに言いなさい。ちゃんと守ってあげるから。任せて。はい、ありがとうございます。あれは寮生長ね。こんな空き部屋で何してるのかしら。もしかしたら用事を言いつけられたのかもしれませんよ。私たちもお手伝いしましょう。なんで私まで。仕方ないな。寮生長、お手伝いに来たよ。何してるの？あなたたち、どうしてここに？どうしてはこっちのセリフなんだけど。そうですよ、
どうして荷物なんてまとめてるんですか？それは…出ていくの？別に隠すつもりじゃなかったのよ。今度言おうと思ってたんだけどね。よその町で仕事と下宿先を見つけたの。だからここを出ていくことに決まっていたのよ。ああ、なるほど。もうそばについていてやれないから、珍しくきつく叱ってたってわけね。え？この前、ここで叱ってたでしょ。あなた、見ていたの？たまたま通りかかったから。その後、優しく慰めてたのも知ってるわよ。そうだったのね。全部、舞ちゃんの言う通りよ。あの時にはもうここを去ることが分かっていたから、少しでもみんなの意識を高めたかったの。私たちのために？ええ、でも少し気持ちが入りすぎてしまったわね。さすが寮生長ってところかな。舞ちゃんってば、素直に優しくて感動したって言えばいいのに。舞さんは照れ屋さんですからね。何言ってるの？さっきから照れてるのはこっちでしょ。なんだ、もういつも通り。残念ですね。さっきのアビゲイルさん、とっても可愛かったですから。あれは舞ちゃんが珍しく褒めるからよ。舞ちゃんは素直じゃないもんね。でも、この前だって寮生長のこと褒めてたわよ。余計なことは言わなくていい。もう、荒っぽいんだから。傷が残ったら、ちゃんとお嫁さんにもらってくれるの？拾ってくださいって書いた箱にでも入ってればいいんじゃない？ちょっと！はいはい、二人ともその辺にしときましょう。ごめんなさいね。ただ安心しただけなのよ。あなたたちとっても仲が良さそうだから。三人ともこれからもずっと仲良くね。はい、わかったよ。いや、サラが静かなのは珍しいと思って。本当ね、何かあったのかしら。席も空いてるみたいだし、行ってみましょう。ここ、いい？あ、なんだ、お前たちか。いいぞ。やだ、本当に大丈夫？声に全然元気がないけど。いつものサラさんじゃないみたいです。サラがこうなるなんて、寮生長と何かあったんじゃないの？え、でも二人が喧嘩するとは思えないけど。いつもサラさんが一方的に甘いぞって怒ってるだけですからね。アビゲイルさんは笑って受け流していますし。聞こえてるぞ。別にどうだっていいだろ。自分が静かだとやりやすいっていう生徒の方が多いってのに。だって心配じゃない。ロットたちに言えないことでもアビゲイルには相談してみたら？ダメだ、これからはもうアビには頼れなくなるんだから。え？それは、寮生長がここからいなくなってしまうから。
そうね、仲良しなんだもの。サラが知っていてもおかしくないわよね。むしろどうしてお前たちが知ってるんだ。私たちはこの前偶然知ったんです。そうか、ならちょうどいい。少し話を聞いてくれ。自分にアビの後が務まると思うか。もしかして次の寮生長はサラなの？まだ決まったわけじゃない。候補のうちの一人に自分が入っているらしい。もしかして選んでもらえないかもって心配してるの？ロットはぴったりだと思うわよ。サラはいつも規則をきちんと守ってるし、面倒見だっていいもの。私もそう思います。候補に選ばれるなんてすごいですよ。きっとサラさんに決まります。そうかな。相談に乗りたくても言ってくれなきゃわからない。舞ちゃん悩んでるのは自分が寮生長に選ばれるかどうかじゃないんじゃない？そうだよ。じゃあなりたくなくて悩んでるんですか？なりたくないとまでは言わないが、自分がアビゲイルの後釜にふさわしいかがわからない。これでも頭が固くて怒りっぽいっていう自覚はあるんだぞ。周りからどう思われてるかも知ってるしな。なんだ、そんなことか。そんなこと？なんだよそれ。大事な問題だろ。ダメなやつが寮生長になったら他の生徒たちだって。それもあるだろうけど、本当は自分が寮生長になって失敗してアビゲイルの期待を裏切るのが一番怖いんじゃないの？もしそれで悩んでるんなら必要ない。もう相変わらず舞ちゃんは言葉が足りないんだから。悪かったわね。舞ちゃんが言いたいのは、そんなの心配するまでもなく、あなたなら立派な寮生長になれるってこと。あなたならちゃんと寮生長、アビゲイルの期待にも応えられるってね。え、自分のことを軽蔑してたんじゃ。どうしてそうなるの？舞さんがちゃんと説明しないからかと。サラのことを一番よく知ってるアビゲイルが候補の一人に選んだんだとしたら、あんたにはそれだけの力があるってことでしょ。さっき話してた短所を補ってあまりある長所が。長所？あ、もしかしてさっきちゃんと聞いてなかったわね。ロットたちがちゃんと褒めたのに。それなら何回でも言いますよ。サラさんはしっかり規則を守る責任感がある人で、他の生徒のことを気にかけてくれる優しくて頼れる先輩です。自分が？アビゲイルだけじゃなくて周りの人間もこう思ってることだし、結構向いてるんじゃない？次期寮生長。そっか、そうかもな。